いや、ちょっとまだクローズの予定ではないんですけど、ちょっといろんなところ回ってみようかなって思いまして。あ、こいつらもちょっと変えてる。あ、なんか送ってもらったのと、もう一個これ別のもなんか違います。で、あの他のあのライブ映像とか見てもやっぱ違います。だからその場その場によって全然違うのと、その日の雰囲気によっても違うわけで、だからきちっとやることが正解ではないから、だからどこをこうやってやって、どこをこうやってこの人たちが何かをするかっていうのがすごい大事なのね。だからなんだろう、すっごい真面目な、例えばアカデミー賞にチンコマンコのがめっちゃ連発された映画を持ってっても絶対アカデミー賞取らないのよくわかるじゃん。というのと一緒で、どういう人に向けて何をするのかっていうのってすっごい大事なの。でも俺もミュージックステーションにうんこ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 んみたいな歌を提案しないでしょ、っていうのと一緒で、どうしたらいいかっていうのは適当にやっていいかとかではなくて、その見てもらう人とか、例えばお客さんもそうだけど、視聴者の人たちが何を求めてるのかっていうのを常に考えなきゃいけない。それを考えてやらなきゃいけないからすごい難しいんだけど、逆に言ったらそいつらのことを考えられたら完璧に心をつかめるんだから、どういう人たちがどういうものを見たいのかっていうのは考えたほうがいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。100等ちょっと腕掛け便利だなと思ってそんな感じ。ありがとうございました。いつあるんですか。なんか行かないとかだった。さっき戦ったんですよ。戦ったんです。まあ、負けちゃいました。頑張れよ。はい、頑張ります。お昼楽しみにしてくれ。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。え、終わりですかここ。もう12時だ。12時で終わりですか。一応12時で、12時でもう区切ります。あ、別にやりたければやってもいいんですけど、あの、まあ、明日の師匠も、明日の師匠もあるし、わかりました。自分たちが納得いくとこまでもちろんやって全然大丈夫だから、それをやりながら自分たちは明日のこともちゃんと考える。はい、じゃああと5分やりますか。5分だけ。何時起きぐらいに明日って何時でしたっけ。6時半でした。6時半にはもう全然できて、じゃあ6、あ、そっか、5時ぐらい、そうだね、1時半前ぐらいです。